朝ドラ舞い上がれ、岩倉母、岩倉めぐみを語ろう。どうもゆうちゃまです。朝ドラってどうしてもこうヒロインとかね、恋人が注目されがちなんですけど、舞い上がれは家族に焦点当てられてて好きです。もうね、岩倉めぐみさん、舞ちゃんのお母さんですね。最初の頃は舞ちゃんを心配しまくりで、大丈夫かなお母さんっていう感じだったんですけど、ちゃんと会社の状況を見れたりする現実主義者なところもありますよね。うん、お金の面とかね。本当の現実主義者だったら、舞ちゃんのパイロットになりたいは許さなかったと思うんですけど、学費どうすんだよとか、叶うのかよっていうのはね、言っちゃうと思うんですけど、まあそこはあえてそこまで言わずにっていうところが、まあ娘への思いを叶えたいお母さんの愛情、愛ですよね。で、娘はね、会社がごたごたしていろいろあって、まあそれもあってパイロットを諦めて柏木学生と別れることになるんですけど、なんかそこに対してお母ちゃんが、めぐみさんが何も特にできなかったのが、すごいこう母としては辛かったのかなって思います。あのシーンって結構きつかったですよね。ごめんねとかでもなく、ありがとうでもなく、ただただこう抱きしめて、その状況が辛かったですね。あのシーンほんと辛かったよね。で、今はね、岩倉めぐみさんが必死に株式会社岩倉を守るっていうのがね、もう展開的に泣けますよね。お父ちゃん亡くなった今、お母さんが社長として、本当に立て直すことできてよかったですね。もう絶望的でしたからね。従業員や春人くん、岩倉ファミリーみんなの頑張りのおかげで会社を立て直すっていうね、本当に大変でしたけど、良かったです。もう頑張りすぎてお母さん、めぐみさんが倒れないことを願うばかり。ゆうちゃまでした。もうね、あとは誰を語ろうかって感じなんですけど、最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。